7月の工業試験場、シットスキーの塗装を剥がしている一団が。大切なソリに一体何を。カッパーは 0.093。 あ、いい線いってるな。してマグネは、マグネマグネシウムはね、メーカーに発注するため材質を調べていたのです。新幹線にも使われているアルミ合金に近いらしいのですが、アルミ溶接関係とかやってる会社で5小時ぐらいの他であんまりないんですよね。8月に作り始めて9月に完成して、組み上げて10月に試走っていうぐらい のスケジュールでいかないと選手使いこなすことできないですよね、シーズン。一方、制作にかかる費用はインターネットで資金を募るクラウドファンディングで調達を目指すことになりました。道内の企業が協力を申し出ました。少しずつみんなからこう助けてもらうというか、共感もらうというか、ちょっとずつこう出し合って何かを叶える仕組みというのがクラウドファンディングなのかなと思います。札幌のアクトナウは今年からウィンタースポーツのアスリートを応援するプロジェクトを始めました。いろんな思いを持って皆さん取り組まれ、パラリンピックを目指す選手というのはまず初めてということと、あと競技に関するものを作るということでクラウドファンディングを利用するのも初めてですね。かなり時間はないかなと思うので、そういう意味でも私たちも一緒になって新田選手を応援できるような体制を作っていかなきゃいけないかなと思ってます。制作にかかる費用は数十万円、海外遠征費と合わせて百数十万円の資金を募ります。なかなかやっぱりこう応援していただくのも難しいのかなとは思っていたんですけれど、やっぱりこう具体的にこうお話を伺って本当にこう動き始めたなってすごく感じたんですけれど、8月中にも製作してもらうメーカーを決めます。まずは今使っているタイプの改良型を作り、来年のワールドカップに臨みます。その後はオリジナルのシットスキーを開発し、2年後のピョンチャンパラリンピック出場を狙います。こういう積雪寒冷地に住む方にとってですね、必要なものをやっぱり、その地域で作っていくってことが非常に大切だと思ってますので、そういった呼びかけをしていきたいというふうに思ってます。さらにそのシットスキーだけではなくてですね、今回挑戦したことが新たなその製品開発っていうことに結びついていけばいいかなというふうに思ってます。アスリートとともに北海道のものづくりが世界の頂点を目指す。追いかける背中は遠いのか近いのか、確かめる挑戦が始まります。今回製作するのはシットスキーですが、身の回りを見てみるとウィンタースポーツ用品だけではなく、ストーブなど北海道でたくさん使われていても北海道ではあまり作られていないものが多くあります。こうしたシットスキーの開発が地域とものづくりの関係を見つめ直すきっかけになればいいのではないでしょうか。ここまで特集でした。